3、2、1、0。静岡市の日本平夢テラスで行われたのは集火式。35の日を一つにまとめます。この日をですね、静岡県民の心としてですね、パラリンピックの成功を願いながら、出発していきたいと思います。午後2時、今熱海市の聖火ランナーが笑顔でリレーをスタートしました。午後2時、127人による聖火リレーがいよいよ始まりました。トップバッターを務めたのが伊豆の国市の中学2年生鈴木聡太さんです。聡太が車椅子をたくさん頑張って上手になったら一緒に走りたいなって応募しました。聡太さんは生まれつき重い脳性麻痺があります。兄の聖太さんと共に聖火リレーのメンバーに選ばれると、毎日のように車椅子で走る練習を積んできました。全身に障害がある子でも、越えれば聖火リレーだって走れるんだぞっていうのを見せたいですね。2人は、当初熱海市内を走る予定でしたが、土石流災害のため中止に。代わりに陸上競技場での聖火リレーとなりました。2人で力を合わせ無事100メートルを走り切りました。聡太がよくやったんじゃないかなと思います。続く静岡市も新型コロナの影響で公道でのリレーが中止に。浜松に場所を移しての開催です。こんな人も聖火をつなぎました。アテネオリンピック体操男子団体の金メダリスト水鳥久志さんです。水鳥さんは今回の東京オリンピックで体操男子代表の監督としてメダル獲得に導きました。そして先ほど御前崎市をスタートした聖火リレーの映像が入ってきました。第一走者は地元御前崎市出身で東京オリンピック代表の飯塚翔太選手です。この区間は全国で唯一公道を使ってのリレーとなります。聖火は現在菊川市のゴールへ向かってリレーが続いています。